もこんにちは、なっちです。グルーブコースターのモンポワクのリンカちゃんっていうキャラがいたんですけど、この子をねスキルマンにしたのに使ってなかった気がする。使ったかな、なんかで使ったからスキルマンになってると思うんですけど、今になってなんかすごいね使ってほしいでリクエストが多いので使いたいと思います。ドロ強がすごいです。 S カマリとなんと1個しか差がありませんが、ドロ強と指しかありません。でパーティーはこんな感じですね。一応こいつグループコースターの幻獣学のバランスエンハンスを活かしたいと思って、アラジンと、リンカちゃんでエンハンスという感じですね。あとはドロ強枠でございます。ドロ強のダメージはかなりあると思うんですが、5コンボ以上で上昇最大3倍、強化ドロップ含めて5倍、結構強いな。フレンドがいるかが全ての問題なんですよね。とりあえずベルゼブブで試運転してみたいと思います。まあ、多分いないでしょう。ですよね。いませんでした。悲しいな。ポルックスがいればせめて助かるんだけど、属性順でいません。アルキオネ、そっかそっかそっか。ポルックス使った時もエスカマリだったもんね、フレンドは。じゃあエスカマリで行きたいと思います。神でもね、マシンでもないんで、あんまりエスカマリと相性がいいとは思えないんですが、行きましょう。光がねキラキラしております。おいさ 2.86、 これで3倍、7コンボで3倍、6コンボで3倍ですね。結構現実的じゃないか。割と現実的ですね。色数はコンボ数自体はね、まあ、モンポ高い値段払って買うだけのことはありますわ。いくらでしたっけ？ 15 万とか20万ぐらいしますよね。25万とか30万まではいかなかったはずなんですが、結構ね、安い買い物じゃなかったはずなんで、まあ非常にね、イラストも可愛いんですけど、バインドが来てしまいました。耐えましょう。ひれ伏しなさい。ひれ伏しません。この人ね、多分光消えた瞬間散ってくんでね、もう散ってもらって、ベリアルでバインド、ベリアルでバインド回復した方がいいと思うんですよね。弱すぎ。サゴ城以上に弱い。ただね、根性とかないので、あそこまで嫌がらせ性能ではないんですが、エスカマリ使いたいと思います。グルーブコースは溜まるかちょっと不安ですね。ポルックスのヘイスト込みで溜まるかな。やばいやばい、これやばい、色が多すぎてやばい。つなげた方が火力出たかもね今のは。あーちょっとあんまり、そっかそっか、コンボしないと火力出ないからつなげてもダメか。じゃあナビゲートしますは使いたいから、とりあえずこれでとりあえず貯めてグルーブコースター使います。エンハンスかけてからナビゲートしちゃいます。こんなもんにしとこうか。あんまりやるとねコンボ数落ちちゃうんで、このまま行きたいと思います。あとはどこで5個組むかですね。操作時間伸びてるんで多少余裕はあると思うので、闇を2分割頑張ってくださいっていうことですね。行きましょうと言ったけど難しい。こう5個組んだ方がいいな。闇がログアウトしました。よし、3倍は出ましたね。まあさすがにワンパンでしょう。オッケー。オッケーオッケー。よし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 。これまだチュートリアルなんで、ここで負け取ったら話になりません。さあ、続いて超運行ってみたいと思います。今日ね他のね降臨がねソエルはめんどくさいし、ガイノード四天童子強いからね、なかなかここしかね超運とブブしか行くとこないんですよね。よし、盤面良さげ、組んでいきまーす。6コンボ意識しないといけないもんね。あーずれてるずれてるずれてるよ。オーマイガー、闇降ってくるのは怖いですね。ちょっとポルックスさんね、その闇属性はジャッキにありがとうございます。
メガネメガネメガネいない。なんかメガネいそうだよね。光属性でなんかメガネいそうなイメージがあったんですけど、メガネとかサングラスですね。そんなこともなかった。アテナとあのクマと、あとサクヤのイメージが強いんで、なんかグラサンあるものかとね、思いましたね。僕は普段からアルテミスが弾いてくれるんで、結構ね、暗闇にはね、強いとね、なんか思っちゃう、勝手に。はい。アラジンが溜まりました。アラジンも今回使ってやりたいね。こうナビゲートして操作短縮は早く消したいんだけども。ここまでは余裕なんですよ。こっからなんですよね。封印はそもそも大丈夫？あ、大丈夫だね。ここで2個持ちが役立ちました。使いましょう。君は勇気ある人さ。アラジン使います。あんまり生成されなかった。てか、操作延長。素晴らしい。これで、なんたらのホラガイをかき消しまして。ワンパンいけますかね。ポルックスも参加しましたけど、5個消しはしてないので、ダメージ的には大丈夫。火力出ますね、なかなか。こっからエスカマリ連打でいいので、使って、今回もギリギリ、グルーブコースターは溜まりそうですね。はい。よいしょいしょい。はい。落ち込んで5個消えました。ずっとね、このミニ諸葛とかミニカウンとかいますよね。何気にミニ超運とかさ。なんか貴族性ばっかなんだけど、あの、テンガトリガーのキャラクターはね、いつまで経っても居座ってるんですよね。はい、ナビゲートしちゃいまーす。やばいです。非常にやばいです。列はねえもんな。あるか。一個ありますわ。じゃあ、まあ普通にこう、適当に蓋をして、まあ闇でも降ってきてくださいと。あ、そこで降ってきますか。落ち込んはあまり来ませんでしたが、さすがにワンパンでしょう。強い。真ん中の方ね、若干ガチではないんですが、メンツ的には。全然強いですね。まあ、ただ、多分これ購入するのは趣味枠だと思うので、まあ、需要といったらポルックスとかやっぱリーダーで使ってサブがいいのいねえなーっていう時に、まあ、買うぐらいかな。高いんだよ、結構。ずっとあるとはいえ、20万するんで、20万あったらね、マキナ買った方がいいんじゃないのかなって僕は思うんですよね。ぜひ、モンスターポイントに余裕ある方は買ってみてください。割と強いし、イラストもよろしいでございます。以上、ナッチでございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。